こんにちは、札幌占い美容室早任せの後藤です。今回は髪質改善トリートメントの闇についてお話ししたいと思います。最近流行っている髪質改善なんですけれども、店舗展開ちょっとしやすいというか、美髪サロンっていうのがちょっと流行ってきてまして、髪をきれいにすると、であまりこう冒険的なことをしない、例えばブリーチだったり痛ますようなメニューをしないというサロンが今最近ちょっと流行ってきてます。髪質改善のトリートメントとしてですね、栄養分だったりとか、いろんな成分を髪に入れて、最終的に、髪をサラサラにして返すと。で、大体ほとんどはですね、最後にアイロンを入れて、写真を撮って、SNS にアップしてるっていうのが一般的な例かなと思います。今回ですね、手術させていただいたお客様の動画をちょっと見ていただきたいんですが、これはまあ髪質改善トリートメントと言ってもかなりクイックな感じでやってるんですけど、うちはかなり高濃度で、かなりね結果にこだわったトリートメントなんで、ちなみに今回はこれ1個しか使っておりません。トリートメント、何個もこうたくさんつけて、行って、例えば 1,2,3,4 とかですね、いろんな種類をこうたくさんつけていくんですけれども、一般的な、ね、トリートメントっていうのは、これちなみにですね、1個の薬剤しかつけてないんですね。1個の薬剤のトリートメントのみです。でかなり質感が良くなったのでちょっと見ていただきたいんですけれども、まずはビフォアの状態ですね、特に問題はないビフォアなんですけれども、この状態に髪質改善の髪質改善というかね、1個のトリートメントだけさせていただきました。この方はリタッチプラストリートメントしたのみです。1種類つけただけで、アイロン入れたら何でも綺麗に見えるんですが、確実に髪質変わってるの、これ分かる人には分かると思うんですね。アイロン入れてます。これは正直アイロン入れてるんですけれども、髪質が思いっきり変わってるんですよ。で、この反射だったりとか、あと一本一本の髪の感じだったりとかですね、この辺を見ていただくと分かるんですけど、全然髪質が違うんですね。結構こうプルンとこう丸さが出たりとかしてるトリートメントなんですけど、はい、こんな感じ。こう丸さもね、丸さはアイロンで巻いてますよ。でもはいっていう感じなんですが、意味ないトリートメント結構多くてですね、その場合いいんですけど継続しないというものが結構多いんですね。でこのトリートメント、これ宣伝してるわけではないんで全く、こういう宣伝とかではないです、宣伝したいわけじゃないので、今回のトリートメントは1種類しかつけてないんですけれども、これだけの効果が出せると。で果たしてその髪質改善トリートメントのサロンがそういうものを使えてるのかなっていうのはちょっと疑問点なんですけれども、シャンプー何回かすると結果がなくなってしまったりとか、その栄養分がしっかり髪に質に合っていたりとかするのかとか、金額に見合ったトリートメントなのかとか、一番そこですね。僕が考えてるのは金額に見合わないトリートメントっていうのは結構今実は多くてですね、これ美容師さんが悪いってわけではないと思います。美容師さんがもうかなり高額で仕入れてるんで、どうしても高額にしないとダメなんですね。なんで単価が一つの仕入れの単価が上がってしまうと、どうしてもそれに対しての技術量を上乗せしてお客さんからいただかないとダメなので、高額なトリートメントを仕入れてる美容室はどうしてもちょっと値段が高くなっちゃうんですね。実際その高額なトリートメントがそれだけそのメーカーさんのものが結果が出せているのかっていう部分なんですけれども、僕もね結構いろいろ検証してるんですよ。ですが、そこまでこうビビッときたものがそんななくてですね、ちなみにこの今日のトリートメント、仕上がりはこうツルツル見えますけど、これめちゃくちゃ濡れてる時って扱いづらいんですよ。はい、結構扱いづらくて、うちの使ってもらってる方は分かるんですけど、めちゃくちゃ扱いづらいんですよ。でもここですよ、この違和感ですよね。このイレギュラーな違和感が髪を変えるんです。で髪を変えてそれを継続させてくれるんです。本当の髪を変えるトリートメントとか分かんない方が使った場合、なんだこれってなると思うんですね。使いづらいぞと。でもこの使いづらさにポイントがあるんですよ。
なんか違和感を感じるんです。めちゃくちゃ使ってもらうと分かるんですけど、めちゃくちゃ違和感感じます。だけど違和感感じるものってそれだけの結果が出るんですよ。例えばお薬とか、結構すごい効く薬とかってすごい匂いがすごかったりとか、まあすごいまずかったりとかね、例えばですよ、はい、まあそのいうちょっと違和感を感じるわけですね。まあこうトリートメントも全くツルツルってなる感じではなくて、むしろギシギシの状態で、乾いてこの状態になるんですね。でそれぐらいしないとちょっと変わらなくてですね、で最後アイロンを入れたのは、これアイロンが必要なトリートメントなんです。この成分的にアイロンが必要だから入れてるんです。綺麗に見せたいから入れてるわけじゃないです。綺麗に見せたいという部分に関しては内巻きに入れたところぐらいですかね。アイロンを入れないと終わらないトリートメントなんですよ。なんでアイロンを入れたことによってっていうところまで計算してるんで、アイロンを入れた熱が必要になってで、それによって髪にそのトリートメント成分が残ってくれると、でいろいろ計算された中で、最後にアイロン入れるっていうのは今回こう必要なトリートメントになります。本当にこれなんてぶっちゃけ言うとリタッチと一緒に同時進行できますから、リタッチして今日の場合ですよ、リタッチして塗りますよね。で塗って一緒にカラーの時間放置タイムで放置します。で普通にシャンプーして、まあ今日はもう一回同じものを乗っけたんですけど、それだけですよ。もう本当に普通のカラーと変わらないと思います。時間に関してはほとんどっていうだけでこれだけの結果が出せると、そんなにこの材料費も極端に高いわけではないですし、はい、ということでですね、本物のトリートメントを皆さん見極めるってことですね。本当に何がいいのかっていう部分です。なかなかね、いろいろこう文章とかでこれがこういう成分が入ってこうでこうでってなってるんですけど、シンプルに言うとぶっちゃけなんですけど、もう使った感覚で、あこれすげえなと乾かした時に思わないとお客さんも分かってもらえないと思うんですよ。なんかこうやって言われたからいいかなみたいな感じになっちゃうので、やっぱりそれぐらい違和感ですよね。僕の違和感が大切だと思うんですよ。やっぱりね、今なんかみんな同じですよね。それこそ流行があると一つみんな同じ髪型にしたりとか、例えば髪質改善とかになるともうみんなそれに飛びついたりとかで、まあやっぱりね、髪質改善っていうトリートメントってやっぱりまあクレームもそんなないですし、逆にあんまブリーチを売りにしてるようなところってすげえと思うんですよ。だってホットエッパーの口コミでちょっとだけ色味ってやっぱりもともとやっていたベースがあってブリーチしてとかやるじゃないですか。なんで本当にお客さんの狙った色を出せるかどうかって、どんな上手い人がやったとしても細かいところ狙えなかったりするし、もし本当に狙おうとしたらめちゃくちゃ時間がかかることかもしれません。そうなってくるとやっぱりホットエッパーの口コミとかでやっぱりオール5っていうのはやっぱなかなか難しいと思いますし、安定的な技術に関しては料金安くしちゃえば結構いい口コミもらったりとかもできますよね。でやっぱりそういうね、なんていうのかな、リスクを背負って発信してる方とかってやっぱ僕すげえなと思って、うん、特に今ブリーチですね。やっぱ難しいんで、ブリーチとかやっぱりリスペクトしますね、そういう方は。はい、まあ、トリートメントも一緒で、うん、やっぱり一般的にこう使われているものも一つなんですけど、やっぱすげえなっていうのは違和感感じるんですよ。その違和感の先に良さがあったりとか僕はすると思ってるんで、これからもね、違和感が残るようなものをちょっといろいろね、発信して いければなっていうことは思ってます。はい、ということで、今回のね、内容は皆さん通われてる美容室の方は全く関係ないですし、皆さん行かれてる美容室の方はきちっと勉強した上でやってると思いますので安心してください。はい、今回の内容は信じるか信じないかはあなた次第です。チャンネル登録なんですが、未公開動画というのが今公開されている動画ぐらいあります。それをイレギュラーで、公開一部分したいなと思っておりますので、まあ、皆さんよろしければチャンネル登録してください。通知オンにしておくと見れると思います。はい、では本日もご清聴ありがとうございました。